行こう。帰ってきて、コーナー終了後20ゲーム。とりあえず今テンション下がってたところをイギルメッシュでなんとかかわせたかな、広角チャンスを外したことを一瞬忘れたから今で思い出したけど、まあ稼働がね落ちてないんですよ。ほぼ空き台がない状況がまだ続いてるから、この台を信じるしかない。何の光だ。おお、びっくりした。ベル、よっしゃ、チャンス目。63ゲーム。お、頑張っちゃうよ。いいよいいよ。わお、特定役もしくはチャンス。特定役。これチャンスアップが出れば熱い。出ない。お、抜けたー。あら、おおい、パーンパーンパーン。よっしゃー、ヒル行っててよかった、本当に。よし、こっからよし。すね、行きましょうよ。よっしゃ、滑って、あー惜しいな。終わらんといて、終わらんといて、もうちょいチャンスください。あらららららら、終わる終わる。おお、じゃあ OK OK OK。 あっ、もうギリスいいね。いやー、びっくりしたわー。合格いきましょう。準備いいよ。お、いったー、やっとやっと行きました。通常時からの広角飛行。まあ、あの、要は前にあったんやけど、ここまでこの広角水準行ってくれなかったんですよ。ここでチャンス目行きたい。よっしゃー、来いよ。
違うんですけど、もう少しちょっと遅いパターンでしょ。これでチャンスに来るでしょ。合格落ちたところ 1、3、6。 ここまだか。よっしゃ、ここで行きましょうよ。見つからないようにな。忍び目戦のくだったから、いや、走りパターンです。おそらく、あら、ここで忍び目、あら、一応チャンスアップはあったけど、さすが定格のチャンス目。さてさー、ボーナスください。オロチキ。なさそうだな。おお、一応三回いったよ。化けかな、当たったなら。うそー、303ゲーム、久しぶりのチャンス目。チェリーの後すぐなんで、カエデちゃん、あそこない、ちこ低格なんで、きっとね、厳しいよ。風が出てきたな。3万で月光2回。まあ、比較的に低格でしかほとんど引いてないから、あれなんですけど。広角で引いたのは1回のみ。まあ、その月光の1回はボーナスからの3択からなんでね。いやー、久しぶり、追加じゃないこと祈ります。はいよ、共通ベルをチェリー、おチャンス目。お、チャンスチェリーです。ピンクゲツボーナスかもしれんよ。狙おうか。まだ分からんよ。ボーナスないね。
げーこの時怖いよ本当に。おーあっさり来た、またチャンス目。行かない、セイニュー行かないよ。またチャンス目外れてんじゃん。おっと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 、1万役。43きれいなもんだ。あ、お金がない。今回こそ行きましょうよ、今回。もうね、この忍びの里で遊んでる場合じゃないよ、この時間帯。占有をお願いしますよ。よし、423だったよね、423だったよね。16点。20、一気に3いきましょう。よっしゃ、チャンスアップ。いいよ、4回までいくよ、4回。サボハリチャンス。違う違う違う、モニター、モニター見ましょう。そこにサボハニがいるから。あら早い。体力 50% ぐらい。おっ、あら、こぼした。あ、1万役。お、レインボー、レインボーです。わわ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 わ。ただね、ここの1万役を関係してるかもしれないよ。カエデちゃん、やっと来た。やっと倒した。長かった、お待たせしました。やった長かった。朝一ぶりぐらいですよ、本当に。ここはどうにかします。ここから、僕はついにね、もうちょっと先出してるんですけど、スタートラインに行きましょう。今日はスタートライン、ここ。ゴールじゃなくてスタートライン。こっからもう結束の時いきます、入れます。
ここで忍び目引いちゃいます。はい、あと忍び目引いちゃおう。これで実は子役これで4年してます。約4年、まあ5年はない、まあ関係ないけどね。厳しすぎますよ。風が出てきたな。よっさ、出た忍び柄。まだ RT 中です。最後に見よう。態度 80% 的な感じですよ。忍び柄は。いやいやいや、なんかある、なんかありますよ、絶対絶対ある。はい、 RT 終わりました。115、結構入るよね。こっちに戻るよね。ねね、いいとこなしですよ今。本当に開かないかな。開かないよね。ごめん、この台は多分ないですよ。ちょっと周りに見に行きましょうか。開きで会えるかどうかちょっと見ましょう。完全に諦めてはないけど、ちょっと考えなあかんな。こうなりたかったんですよ。なりたかったって誰もでもそうやけど、そうなると思ってたんですよ。前回出た北斗が今回も出てるし、前打ってた北斗32回、バージも相も変わらず3箱だったり4箱だったり、奥が5箱と6箱何それ、ハルサーは当たり1回で今7000枚出てるよ。一撃7000枚、マージャンじゃんじゃん出てるじゃん。出とるなぁ、キングオブファイターズ出てるね。キングオブファイターズマージョン昨日見たけど出てます。マジかマジか、飽きないねえよ。ナイス、この忍び頑張ってくれよ。本当にもうどうしようもないですよ。間違いを起こすしかない。はい、で頑張ってちょう。暑いじゃないですか。やった、お願いします、ボーナスに。
投資止めてほしい。ガババお、チャンスアップパターンっぽいよ今。あ、忍び目がセック、よし行くよ、行くよ、行くよ、行くよ。今日2回目のセック。ここです、今日久しぶりのチャンス。いや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 、40%でしょ。ここにスイカかボーナスから。よし忍び目、うわ来た、来ました、いただきました。初めて見てこのチャンスパターン。やったー、待ってた、やった、まあ、さっきちょっと入ったけどやっとね、やっとっすよ。成功しました。チャンス生かしますよ今回。もう何もなしの50ゲームもういいですよ、十分味わってるから。よし、うまい、乗れ、乗らず、おっしゃい、ボーナス来い。まだもう一回、よっしゃー、来るでよ、これは来る。ずっとリプレイですけど、ここで継続。ああ、いかず、やったー、これ50ぐらいいきましょう、50ぐらいいきましょう。あ、まあいいよ、やっと乗せました、まともに。おっしゃ、おっしゃ、そっちじゃないけどね。マジかー、うわ、ほんまな、頼むわ、もう。こんなんじゃ。日本ですよ。いや。まだまだだ。全然引き戻せない。もっとチャンスね。もう AOT 中に引けよって話ですよ、本当に。いい加減に。きれいなもんだな。競争ですよ、負けねえぞ。どうした、嵐。日本にしよう。あら、この出目、出目完全に当たってるでしょね、当たってるよね。オロチチ倒した、
ボーナス、はい、久しぶりのボーナスです。まあ、もしかして常にエアティに当選してたかもしれないっていうところで引いた。そろそろ千秋じゃなくてバレルカイと戦いたいんですけど。ないよねきっと。なかなかハードル高い今日。なかなかいかない。なんかな、綺麗に2台に1台ぐらいは出てるんですよ。角、角3、角5、でも角4ですけど、綺麗にこう出てる感じがするよね。まあ、この僕の右横が一回人変わってるからあるんですけど、出していったからね。だから2分の1でいい台みたいな感じ。どうなんですかね。一応角台が一番多分出てるんですよ。奥角と中の台が。でまあ一番出てないのが僕の台じゃないですかね多分。5万目、これで5万1000円。風が出てきたな。風が出てきたな。お、当たりました。綺麗な出目、これすげえよ。下で忍びの図柄が揃ってます。スイカからのボーナス狙っちゃう。いや狙っちゃわない。まだすげえ綺麗。まだ揃わないよ。まだ揃いません。やったー。一応スイカからの当たりですね。スイカだったよね。覚えてない。本当記憶がすっごい飛んでるから。強い気持ちでピンク狙います。あっ、もうスイピンクだよ。スイピン、しかもね、もう今のボタンがもう、もう一回やろう。よし、帰りたい。もう嫌だ。なんでや。もういいや。普通に揃えましょうか。ついてないな今日。ついてないな今日。ほんとついてない。スイピンいただきました。僕、シミュレーション室初スイピン。普通のパス。ちょっとね、財布の中身が薄くなったんで、お金を下ろしに先に行っとこうかなと思います。ATM 行こう。 ATM。 いやーしんどいね今日。しんどいね。噛み合わない。全然噛み合えてない。よし、とりあえず ATM 行ってさっきにお金下ろそう。行ってきたよセブン。とりあえず5万下ろしてきました。やりすぎかもしれんけど。で、ついでに今くじ引きやってるから、くじ引きやってたらなんかグッズ当たりました。これは当たり微妙みたいな、まあ、今日のそのままの感じですよ。微妙です。じゃあちょっと元気でいきましょう。
いけんのか、一撃3000枚。時間的にいけるでしょ。で、今雨が降りそう。